皆さんこんにちは。家庭菜園で人気の夏野菜ナス、今回はナスの苗の植え付けから収穫までお世話の仕方も含めた栽培の様子をまるっと紹介しますよ。早速苗を植えていきます。ここでのポイントはこのもったいないからこうやって結集していっぱい植えたろっていう、そういうことはありますけど、苗は50センチから60センチぐらい間隔を離してあげましょう。人間の背丈ぐらいに育つんですから、こうやってちょっと間隔を空けて余裕を持って植えましょう。ナスの苗、このビニールの鉢と同じぐらい穴を掘って後ろから押し出してやるような感じで苗を取り出します。周りを結構力強く固めます。これで風とか雨とかでも耐えられます。風で苗が倒れないように支柱を立てて、ここでちょっと支えをつけて、こうやって縛っちゃうとこの植物側にこの結び目ができちゃうんで、それはかわいそうなので、この支柱側に結び目を作る、こう8の字になるように、ここに輪っかをクッションになるように、ここで一つ輪っかを作っちゃいます。そしてここでまあ蝶々結びも肩結びも、そうするとこの苗が太くなった時に、そしてちょっと遊びができて余裕ができて、仮支柱なのでネットの高さにならないように斜めに、このままだったら支柱の方が倒れちゃうので、グッと出しちゃいましょう。2週間ぶりにやってきましたけども、おー大きくなってますね。支柱は、2本2本2本の6本と、そしてサイドに、長いやつを3本、合計9本の支柱を今回使いましょう。さあ、ナスの手入れをしていきましょう。おナス、おナスは もっとこう直立してね、まっすぐ立つもんなんですけども、ちょっとこう風が来たんでしょうかね、偏ってしまったんで、ここに誘引しましょうか。おナスにできてますけどもね、そしてこの黄色くなって、焼けちゃってる葉はカットしましょう。そしておナスを2個、おっ、割ったね、割ったもん。ナスは3本仕立てで育てていきましょう。ここから出ていまして、1本、2本、3本、ほら4本ありますね。これをじゃあカットしましょう。これはもう、脇芽じゃないので、土に植えても刺し芽には使えません。さあ、そしてこの硬さを確認してナスを収穫していきましょう。この形、そしてこの色のナスは、千両2号という種類のナスです。千両2号。
実ができてますね。うん、この実を収穫してやることでまた新たなところに栄養が行き渡るようになるのです。弾力のある素敵なナスが出来上がりました。有機なので有機肥料をあげていきましょう。追肥をしていきます。この有機肥料だいたい1つかみぐらいをこうやって、穴に埋めます。そして肥料が露出しているとそこから腐っていきますので、上から土をかぶせてあげます。やっぱり一夏超えたナスは大きく立派に育ってますね。ずっしりとしてますね今日は。おほ、こんなところに、うん、おなんかすごい自然のいいおナスですね。のびのびとすくすくと育った素敵なナス。これね、うわグラデーションになってますね。これをね、ごま油で炒めたらすごく美味しいんですよ。ナスっていうのはね、油を吸うんですよ。ナスはね、油と一緒に。ナスとピーマン、今日もどっさり取れました。夏野菜なんですけども、まだほら、ご覧ください。お花が咲いております。紫の、なんかテント張ったみたいな、綺麗なお花が咲いておるということはまだナスができるということなので、まだ撤去せずにこのままにしておきましょう。お、一個なってますかね。お、丸いおナスがなっております。まだ11月ぐらいまでいけそうなのでこのままにしておきましょう。今日もたっぷり取れました。ナスは肥料と水が大好きです。肥料と水を切らさないようにしたら長く収穫できますよ。このチャンネルでは自産自消のある社会を目指して、農業って楽しいを広げる株式会社マイファームが野菜作りのノウハウや農業に関する情報を発信しています。動画制作の励みになりますので、参考になった、また見たいと思ってくれたらチャンネル登録や高評価ボタンよろしくお願いします。それではまた次回もお楽しみに。